では今回の配信はこの辺で、はい、の前に、うん、もう一つメールをご紹介したいと思います、うん、してただろうネーム、うん、お言えた朝ギリギリまで寝ていたいですさんからいただきました、うん、配信日の1週間前8月10日はおあ小沢有さんのおー本当だお誕生日でしたでしたおめでとうおめでとう ケーク大きい大きいね、誕生日を迎えて改めて目標、野望、意気込みは何かありますかとのことですよいくつになったの22歳になりました22歳もうドラマいや、いい大人ですね、22歳大人になりましたどうすんのどうすんの抱負、抱負抱負高校生も演じられるように頑張りますどういうこと今まで高校生演じるといやもうちょっと年齢上げられないですかねって言われたことないそうですか言われたことなさそうすごい千代ちゃんの時も高校生の時から高校生できなかったから私、あんなに声可愛くてですか、だってもう本当にねまだね喋れるかどうかも怪しい俺の娘やってたもんちょっとそれはしょうがないキャスティングされたからしょうがないさあちょっと願いを込めて火を消してくださいよ、はい、よし野崎くんま、これ言ったらでも叶わないやつですか。いやいいよ心の中で思って聞けばいいですよ。祈ってる祈ってる。うわあ！やったー一緒に消しちゃったー。最初なんか一緒に誕生日みたいになってたけど。すごい。いやおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しいねー。嬉しい。はい。ちょっと俺も誕生日プレゼントも買ってきたんで。嘘先輩すごい。もうなお前が何を好きか分からなかった犬を一匹飼ってることは知ってるけどあ、ありがとうございますえ、二人ともすごいなんでなんですごいですねこれ、これいい匂いがします開けて、開けちゃう誕生会はしたのしてないですしてないのまだしてないですまだこれからだブログ見たらお友達いっぱいみたいにお友達いっぱいお前なんだリア充かお友達いっぱいでなんかよくお茶をしたみたいな記事を上げてたじゃないもうそれだけしかしてないんですよやったら言うみたいな、なるほどね、それ以外はないみたいなあれが全部なんだあれが私は全てある時は全部なるほど全部もう少ないから言うしかないみたいなちょっとこのケーキ上等じゃんえいいケーキ買ってきよってから特別な日のトリートメントヘアトリートメント犬のあ、嘘そうだね、流れとしては悪いか流れとしては悪いいい匂いです本当だこれはもう若い子に何をあげていいかわからないすごいハイセンスを感じます絵が可愛いでしょ、ジャケ買いなのジャケ買いそしてそしてそして木村さんのはお菓子うん、お菓子じゃないんですよ、実はですねちょっと開けてみてもらえますか石鹸石鹸もねちょっと考えたんですけどこれはつるしといて例えばクローゼットとかにつるしておくと匂いがまあ玄関とかでもいいし部屋でもいい匂い危ないかぶるとこだったすごいこれなんていう名称なんですかこれねイタリアのブランドなんだけど俺すごい好きで石鹸とかこの使ってるんだけど出てるじゃんこういうのねこれうちにもつる下がってるんだけど危ないタンスにゴンゴンのいいやつみたいなやつまあまあまあでもそういうイメージそうだねなるほどどこでも好きなとこに飾って見た目も可愛いから玄関とかクローゼット見えるところでも大事最近クローゼット臭かったんで嬉しいですちょっとねクローゼット臭い女の子はがっかりだから違うですよやばいな夏ムシムシするからそうだねありがとうございます。うわー嬉しい。はい、そんな感じで。ありがとうございます。せいぜいいい年にしてください。では、今回の配信はこの辺でお届けは、瀬尾ゆずき役沢城みゆきと、若松弘隆役木村良平と、桜千代役の小沢ありでした。またねー